皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、また来ましたよ、こちら。またまた川北さんにメイクをしていただきます。お願いします。どうもお久しぶりです。3ヶ月ぶりぐらい。もっとですよね。もっとか、そっか、撮ってからちょっと時間かかるもんね、あれね。半年ぶりぐらいです。そんな？いや、ちょっとまた綺麗になってる。いや、お上手、ね、いや、また綺麗になっちゃって。ありがとうございます。髪がすごいね。そうなんですよ、ピンクにしました。すんごいかっこいい。ありがとうございます、嬉しい、褒めてもらえた。めちゃくちゃ似合ってる。ずっとね、これカメムラ回ってた時もずっと褒めてくださって。いや、ほんまに、いや、びっくりだね、それ。こんな似合う？俺もやってみたい、これ。似合う、絶対似合う。こんな派手髪ですが、私はなんと今日は川北さんにちょっと夢を叶えていただこうかなと。川北さんが思う、思う？モテ、モテ、メイク、メイク、あ、あ、メイクアップをしていただきたいです。お願いします。わかりました。いや、モテメイクだってもうモテるじゃん。モテないです、私。めちゃくちゃかっこいいよね。本当にモテなくて、今まで人生でモテたことがないんですよ。今私がこう結婚できてることも奇跡やと思ってるぐらいなんですよ。だってもうね、おはようございますって打ち合わせするときもね、もうかっこいいんですよ、バックパック一つでね。最初わかんないですよ、帽子も深々かぶられててね。俺、誰かいらっしゃったよなんて言ったら、マリリンさんだみたいな感じで、もうそれでもう本当に普通なんですよ。もうすごいんです、もうみんなに丁寧で。いやもうこれモテないわけないです。モテないんです。なので、あの、川北さん伝授してください。頑張ります。お願いします。もちろん秋バージョンでちょっとやらせていただこうかなと思います。お願いします。お願いします。いや、嬉しい、夢が叶うと。いやいやいや、何言ってますか。じゃあ行きますね。お願いします。はい、まあ、いつも通りですけど、手の目剣をこうちょっとね、プライマーみたいな感じでバッと塗っていきますね。これはもう絶対やってください。もう絶対です。これから秋冬になるからって、もう日焼け止めいらんやろって思いがちなんですが、紫外線はもう年から年中ありますから、必ず紫外線ケアはやるってことですね。絶対です。私してなかったです。え、あかんやんか。なんで？いや、なんかもうファンデとかに入ってるやつで十分かなみたいな。いやまずベースでね。そうですよね、しっかりやっておくってもすごく大事です。今2級できてるんだね。そんな、全然大丈夫。これ結構今悩んでて、メイクするときも結構落ち込んじゃうんですよ、この肌荒れ感。大丈夫、肌荒れるときってあるよ。スキンケアであるんですよ、ね、マスク。わかんないんですよ、ね、マスク荒れっていうのは今すごくやっぱりみんな怒ってるから、ちゃんとスキンケアでしっかり潤すっていうのはすごく大事。これから秋冬どんどん乾燥するからさ、余計に荒れやすいんで、はい、ね、そこは本当に気をつけながらいきましょう。まずベージュ、オレンジ、この重ね落ちね、ベージュ、オレンジ、これです。これいつもどういう感じでポンポンって置いてますか？オレンジを、例えばシミだったりとか、そばかすだったりとか、ニキビだったりとかっていう、そこにピタッとはめていくんです。まず、あ、もうポンポンポンって、はい、で、その近くにこうベージュを乗せていくって感じ。あ、これ絶対大事です、本当に。この間一回検証してみたんですよ、リキッドファンデーションと、はい、じゃあファンシーラーと、どっちがカバーできるねんと思って。間違いない、ファンシーラー。でもこれ本当にすごいですよね。すごいっす、色ムラから何から一発です。塗った瞬間からもう結構私にどこにニキビあったっけって思いました。あ、よかった、すごい、ね、オレンジをうまく使うってのすごく大事。あ、やば、え、ちょっとこの半分の違い、すごい、やばいでしょ。どやさどやさ、ニキビがあるところは優しく、で、もうすごい絶対隠したいなというところはもう指です。絶対隠したいところ、今一旦全体をふわーって優しくいきます。全然違うでしょ、めっちゃ綺麗。これね、ほんとやってほしい。ほんと皆さんお家で、あの、リキッドファンデーションがあったら、リキッドファンデーションとこれとどっちがカバーできるか一回見てもらうとすぐ分かると思う。オレンジをうまく使えば何でも隠れます。オレンジって、あの、まあ、シミそばかすもういけます。ニキビ、あ、ニキビも、ニキビ赤でしょ、はい、赤をベージュでなんか消えないじゃないですか。で、まずオレンジで一回赤みをトントンとこう調整してあげる。で、それからベージュを重ねてあげるともう一発です。ファイト一発、はい、綺麗ですよ。ほら、めっちゃ綺麗。ほら、来た、すごい、これほんまなのよ。
私自身結構ガッツリいつも乗せるタイプなので、ほんまにもっとしっかりカバーされた時に、なんかこう普段使う、そうベース作りみたいな感じで普段のファンデーションの中にも仕込んでみると、もうなんかファンデーションだけでカバーするのとファンシーラーを使ってカバーするのと全然違うので、絶対違う。これを下に塗ることでめちゃくちゃ綺麗にカバーされるし、クマのところは絶対オレンジ入れといて、それからリキッドファンデーションいっちゃってもいいから。で、例えばもっとハイカバーしたいと思ったら、このまま直接トントントンとこうやっていっちゃう。ほらーすごいやん。で、目がくすむなって方は、もうそういう方も一緒です。もうオレンジを入れとくんですよ、オレンジを。くすみ絶対ないです。オレンジを味方につけてください。うわーめっちゃ綺麗だよね。ニキビ、普段やってる時結構凹凸目立つんですけど、ね、つい最近ストーリーでもちょっと肌荒れしてるんですって来てたから、ちょっと心配してたんですけど、すぐ消える。めちゃくちゃ綺麗、もう何の心配もないです。もう満タイ、もう満タイ繰り返してるだけやで、その後にパウダー、ニキビのところ気になるでしょ。ここからまずパウダーをのせていく、これ大事で、小鼻、はい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 、おー綺麗、おー綺麗、はい、上、めちゃくちゃ綺麗。まああとはまあまあまあ顔の側面をね、こうやって入れましょうってですね、はい、側面はいらないよねっていうね、まあ本当ははい、顔じゃないよねっていう、この顎下の入れようねっていうね、すでにニキビできやすいのか、あのうちのアンドビーのクレンズウォーターであって、ナノバブルとかも入ってて、はい、これ業界初のものが出てるんだけど、これで中に、そうボールが入ってるんですよね。そう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 、これで、ちゃんと拭き取ってもらうと多分結構すぐ治る。え、やろう、うん、さあ、はい、ここまでできました。もうベースメイクできました。もう綺麗ですよ。さあこっからですよ、はい、まあ、あのね、俺どうしても使いたいの。あ、ちょっとやだ、なんなんこれめっちゃええやん。いやー俺ね、嬉しい、びっくりしたのよ。で、今スポンジでちょっとパッパッパッと押さえたけど、これでちょっと押さえてみて、やってみていい？はい、すごいね。はぁ、ちゃんとピタッとついてくれるね、これね。ありがとうございます。なんか本物やな。え、これ本物ですか？え、ちょっと本当になんか今あの撮影してるからとかじゃないですよね。いや、これめっちゃすごいわ。あのね、肌当たりめちゃくちゃいいし、あとこれパーツ色違うでしょ。こういうのめちゃくちゃ金かかるんですよ。やだ、金とか言っちゃってこういうのすんごいお金かかるの、パーツ違うだけで。あとこのブラシの質、これはシンセティック、人工毛、人工毛で、人工毛にしてこの柔らかさで。人工毛って、あの皆さんね、あのいろいろ、人工毛やだ、クマのじゃないとやだっていう人いるかもしれないですけど、人工毛の方が今時っちゃ今時なんですよ。扱いもしやすいし、洗っても毛がボソボソしにくいし、でそれでこの柔らかさ、どういうこと嬉しい。え、本音で言ってくださってるんですか？ほんまに言った。ちょっとごめん、やだ、これ作んないでなんで、なんでもうこうやって後ろにパッチンがあって、ブラシ立てられるようになってるんですよ。で、これだってこんだけあって いくらだっけ、5000円台でしょ、はい、これはちょっとマジで試してみてほしい。こんなにセットがあったら普通1万円とか超えてくるんで、いや、すごいすごいすごいクオリティ。何それなのにこんなええもん作ったのに、この間は謙遜したもんとかそうなんですどんだけええ人やねん。いや、なんかちょっと初対面っていうのもありましたし、いや、すごいわ。なんかそうね、いい人やな、ほんまマリクが、もうええ人今日めっちゃ褒めてくれる。はい、じゃあクリームからいきます。はい、クリームは少しブラウン系のものを使います。逆グラで入れます。クリームはいわゆるこの際から入れないで、眉の下から入れていきます、はい、で薄く塗ってください。薄く、これ大事なことです。上が濃くてどんどん薄くなっていく、そうするとヨレがなくなるんですよ、クリームも。ああ。これを僕はベースにしています。さあ次ですよね。使いまくってる。ありがとうございます、ありがとうございます。本当に使ってて、ああ嬉しい。もう特に私こっち大好き。これね、これすごいです。めちゃくちゃ好き。欠品が続いちゃってるんですけど、じゃあそんなこと言われたらまたこっちでいきますけども。こういうの使いますね。置いてありますか、その男性が好きなとか。やっぱり色がドカーンって行き過ぎてない方がいいんだろうね。僕はやっぱりこういう仕事してるから、あのドカーンって言っても大好きなんですけど、なんか自然に見える方が男性は好きなんじゃないかなと思うので、
なんか綺麗に見えるグラデーションを作っていく、あくまでもなんかこうアイホールを少し彫りを深く見せるみたいな感覚で入れてあげる。なんか目の形も綺麗に見えるというか、あとこの筆がいいからね。毛にね、こうパンと粉がしっかり含んでくれてすごく描きやすい。はい、一発でいけますね、綺麗。さあ次は、この目の下入れます。はぁ、マリリンっぽいね、ちゃんと発色できるようにちょっと固めに作ってるね。そうですね、あんま柔らかすぎると、うん、色が飛びやすいからね。そうなんですよ。フェイスブラシは柔らかくしてるね。そうですね。はぁ、ちゃんと考えてる。うわぁ、すごい描きやすい。同じ色入れてます。できるんちゃうの。若干黄みがあるんですよ。黄み系が今年っぽい結構ポイントになってると思うんで、黄色系のブラウンとかね。はい、OK。うわ、めっちゃ可愛いね。え、本当に薄いのに、なんて言うんですかね、ちゃんとメイクされてる。してるよね、うん、そうそうそう。あんまり頑張りすぎないっていうところが強いポイントかな。可愛いわ、これ。可愛さがちゃんとあると。で、こっからはもう簡単ですよね。もういわゆるちょっとペンシルライナーでまずはラインを引いておいて、あんまりこう、なんつうのガツンではなくて柔らかさを作っていきたいんで、ペンシルでさーっと引いてみたい。で、入れた後に、ペンシル入れた後にちょっとだけシュッシュねじりのところをシュッとくるめっちゃ可愛いこれ。で、これペンシルでやった後はエンドね、エンドの部分をブラシでシュッ、ブラシでシュー、これすごい大事。マリリンちゃんは、まあ、黒のマスカラの方がいいかなと思うので、はい、ここまで結構アイメイク弱いんで、こういう時はもうさっと黒で、さささーっと、ちょっと黒を強くするとで、ね、次は黒でちょっとだけこうエッジがはっきりする方がいいかな。もう本当にちょっとです。さあ次眉毛いきます。待ってました。これもうここでいつもと違う感じになるじゃないですか。はい、しっかりシェイプします。ワックスのこれね、パウダー。うわ、すごい。これ赤どうやって使うんですか。使うんです。足りないところ、あとはこのアンダーラインをまっすぐ描きます。ここはもうずっと言ってることなんで、ここまっすぐ描きます。テクスチャーはあれですか、クリームみたいな感じなんですか。クリーミーなんですけど、すごく描きやすいと思います。この後パウダーもスッと塗ってきますから。あ、すごい。ワックスやから発色とかも良くなるんですか。そうです、そうです、そうです。へぇー、取れにくくなりますね、眉毛が。でも、あとは出していく。毛がないところを狙っていくってことね。はい、毛があるところを狙うんじゃなくて、毛がないところを狙っていきましょう。ここまでは簡単。めっちゃ綺麗、ね、で、この鼻筋ちょっと通したいよねと。要は、ここが広いと、ここね、マリリンはもともと小さいんだけど、ここが広いとちょっと鼻は大きく見えるのよ。わかる？キュッとしてないから。そうそうそう。ここ、あー、ここが広く見えちゃうんや。こうなると、うん、ね、ここがわーっと言いんかあかんのかわからんけど、ここが広いと、ほら、ほら、俺鼻豚じゃない。ちょっとわかる、わかる、俺の鼻豚でしょ。ちょっと小籠包なの。私どう言ったらいいですか。ね、ここが開くとなんか、なんかでしょ。まあ目はちょっとまだほっといて、一回。確かになんかちょっと締まりがないとか、うん、ない、そう、ここは開きすぎる、うん、だからこうした方が細く見える。あ、確かに細くそういうことなんですね。そう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 。だからこの眉頭をちょっと足してあげる。少し薄く足していきたい。ここね、ノーズシャドウのところです。ほんのちょっとです、もう1本2本で、またどっちに。さあ、ここから今度これに赤を。それどうなるんですか。で、これは全体にふわっとかけていきます。ふわっと全体に優しくふわっと。はい、これで一回チェック、ワン、ツー、チェック、ワン、ツー、チェック、ワン、ツー。うわっ、え、なにこれ、すごっ。私めっちゃ赤乗ってるんかと思ってました。そやろ、そやろ。何時ことすんねん、このおっさん。乗ったよ。私今日モテるんかねって思ったよ。めっちゃ、何この自然な色。ブラウンを描いてから赤いってるんで、ブラウンから赤のグラデーションになってくれる。立体感すんごい綺麗でしょ。めちゃくちゃ綺麗。すっごい。え、赤ってこうなるんですか。私ほんまに結構真っ赤かになると思った。これチークでも濃いですよ。塗ったら見て、これ自然です。自然すぎ。ちょっと赤みあるやん。え、おしゃれやん。そうそう。しかもちょっと赤入ることで、何ですかね、こう沈みがなくて、なんか抜け感というか。そうね、そうね、いいこと言う
構さすがよ。なんかこうワンランク上の人、うん、メイクがそうすごい。髪の色見て。じゃこりゃ。ピンクとマッチして。マッチ。グー。グーマッチ。これだったら嫌じゃないでしょ。めちゃくちゃいいです。むしろ。ね。すんごい綺麗。めちゃくちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。眉毛で印象変わるな。アイメイクブラウンでいつもっぽいんだけど、眉毛ちょっと赤み入れてあげると。確かに。もうほぼできました。もうすごい自然に。で、ツヤをちゃんとまた与えてあげて。あ、うん、大好きです、それ。本当ですか？はい。これもね、マスクの時は絶対使ってほしい。もう乾燥防ぐというのです。はい、こうヘルシーな感じのメイクをするんですけど、やるの？その時にこ の,、うん、あのハイライトを使って、うん、この辺、うん、光って綺麗なところを使ってるんですよ。なんていうんですかね、このハイライトのキラキラとかラメ感とかそういうのじゃなくて、本当にツヤしっとりするし、そうすごく綺麗なんで、ハリがパンって出るから若々しく見えるんです。もういいんじゃない？え、すごいいいと思う。もうこれでいいやん。もう投げやりなくないですよ。投げやりなくない。投げやりじゃない。なんかいいね、唇の形すごいかっこいいね。はい、これアウトライン取った。で、かわいい。今ツヤパーンとしてるんだけど、マットを重ねると、うん、内側だけ待ってるんですから、ね、そうすると何て言うんだろう、マスクしても取れてもかっこ悪くないというか、このティント系なんでこれも全然取れないんですけど、取れた時も綺麗な塗り方、外アウトラインはペンシルで塗っといて、内側をこうやってティント系のリップを塗っておくと、なんていうの、取れた時もなんかジュワーンとこう、あー、なるほど、来てくれる。で、見てやって、ちょっとチェックしてください。あ、もうええやん。もうええやん。あんたすごい可愛い。見ていいですか？見て見て見て、かわいい。やばない？え、もう、え、なに、かわいい。ほら、うわー、めっちゃいいねんけど、これきれい。肌もツヤツヤ。どうなのこれ、どうなの、どうなの。うわー、いいっすね。めっちゃ可愛い。今までは、例えば目元にピンクだったと思うんだ。確かに合わせようと思うなら、まあ、もしくはリップなんだけど、眉毛に持っていくことでマスクしても見えるし、あー、なるほど。で、なんか大きやかじゃないからトライもしやすいし、確かに。で、ちょっと人と違う感じにも見せられるし、めっちゃいいですね、これ。おしゃれだし。おしゃれ。アイシャドウもこんなに 薄くて、でもメイクはしっかりされてる。 でもなんか頑張りすぎてない。なんかこれでも本当モテメイクのポイントですよ。ポイントはなんか全部頑張ってると、ちょっともしかしたら世の中の男の人はんっていう人もいるかもしれない。俺はすごい好きよ、いつも言うけど。私も好きです。うん、なんだけど一般的にね、見た時にそういう人が多いのかもしれない。で、こういうメイクも一つ覚えてもらえる。確かに。もう足し算と引き算とね、両方ある。もう無敵でしょ、ね、これ。ほんまに綺麗。俺今自分のチャンネル何やっていいかすっごい考えてる。また交換とか言わないですよ。いや、今もうこっち冗談半分に割ろう。あかん。半分に割ろう。俺がマジで迷ってる。いや、ありがとうございました。めちゃくちゃ可愛くしていただいて、川北さんにメイクしてもらえると、なんか自分じゃない自分が出てくるというか、生まれ変わるっていうか、発見もあるし、なんか、あ、私たちでもできるかもっていう、なんかすごいテクニックあるんですけど、でもこう簡単に、そう、それがすごいなって、やりやすいなって思うんですよ。本当にありがとうございました。ということで、今回私、川北さんにお手メイクしていただきました。もうこれはね、あの、これ正直男女から両方から持ってる気がします。あ、そうですね、うん、そうですね。皆さん、このメイクやってみてください。やってみてください。はい、川北さんのチャンネルではこれから考える考えるをやること、これから考えるそうなのでチャンネルチェックしてみてください。本当にいろんな方にこう、はい、素晴らしいメイクをしてるので、面白いので、もぜひ皆さんご存知だと思うんですけど、概要欄からチェックしてみてください。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。